たら、まあ、なんか技術的なものがもっといるようになったらっていうか、なんか前はギアが大きいから結構騙せた部分があるというか、引き出しにしてもなんか曖昧な感じでついていても、まあ、ついていけるって思ったんで、ギア下がってからはやっぱりよりこうその辺がちょっとシビアになるなっていうか、横の動きができる部分、なんか今までちょっとサボってた部分がちょっと打力に任せてたものが、はい、こっちの小刻みなものを対応しないと、ちょっと明日おあつらいの、じゃあそういうのを超チェックというか、はい、絶対的な人いますね。ギアかかった時だったらね、ちょっとまあ気がなくったらなんですけど、まあどうかなるかなって。この人取り出ではおっさんになったらもうギアは関係ないって言ってた。ダッシュで、いやいや、まさか関係ないだけって、強いから関係ないだけ。いや、1個下です。1個下じゃないですか。最近だと直接で組んでるね。あるんですか。あんまりでも箱回ったことないです。3、4回だと思います。ただでさえすごい、ね、なんか特に踏むかわからないとか、踏んでるのか踏んでないのかわからない、余計つきづらいなとある。まあでもね、すごい強い選手なんで頑張ってます。